ナリーグドジャース5から2メッツ、2024年5月28日ニューヨーク。ドジャースの大谷翔平投手、29が28日、日本時間29日、メッツとのダブルヘッダー第1試合に、2番 DH で出場。5田ス無ムアンダだったが左太もも裏の打撲は勘違いで、8回の内野ゴロでは全力疾走で併殺を防ぎ、 その後にチームは逆転勝利で連敗を5で止めた。第2試合は今季3度目の欠場もチームは2連勝。2度の月間 MVP 受賞を誇る高愛称の6月へ、万全の状態で向かう。最後は長い右足を目いっぱい伸ばした。0対2の8回1・1・2塁。大谷は9円左腕ディークマンの97・8マイル。 約157キロ、おうち存じた。遊撃への平凡なゴロが二塁に転送されて封殺となったが、懸命に走って一塁はセーフ。閉殺を防いだ。このプレーが勝利への道を照らす。直後にフリーマンの敵地打で一点差。9回に同点とし、延長10回の末に勝った。 16日のレッツ戦で一塁県請球が左太もも裏に直撃して打撲し、その後は全力疾走を控えてきた中、全力に近い大屋の激走。連敗を5で止めたデイブ・ロバーツ監督は、昌平は100%に近づいている。閉殺にならないように懸命に走ったと評し、10回にダメ押しのツーランも放ったフリーマンは、8回に、 小平が閉札を防ぎ、ベンチに興奮と勢いを生んだと感謝した。一方、大谷自ら27日に状態がそこまで良くないと語ったように、打撲の影響か打撃には、ズレ、が生じている。この日は今季二度目の5打数無安打。メジャートップだった打率は、329で3位となり、 今季ワーストの9試合 &41 打席連続ノーアーチとなった。復活の鍵はコンディション面だ。第2試合は左太もも裏を100%の状態に戻すため、今季3度目の欠場。指揮官は代打出場の可能性もない。それでは意味がないと完全休養とした。昨季まで所属したエンゼルスとは違い。 上昇軍団の土軍では162試合のレギュラーシーズンだけでなく、ポストシーズンの完走も指名。ダブルヘッダーの一方の試合の欠場は21年5月20日以来、3年ぶりだった。指揮官は29日、日本時間30日午前5時10分開始、の同線でのスタメン復帰を示唆。 その後は MVP を受賞した21年と23年に月間 MVP を獲得した高愛称の6、7月に向かう。この日のダブルヘッダーは2連勝。大谷は、お疲れ様でしたと頭を下げ、拾えついた。笹田幸市通信員。 大谷の左太もも裏打撲ドジャースタジアムで自身のボブルヘッドも配布された16日の列戦の初回に死球で出塁すると、投手の牽制球が左太もも裏を直撃。症状は重くなかったため交代することなく以降も出場を続けたが、25日の敵地での動戦で右翼戦三塁打を放った際に全力疾走を見せず、 試合後、ロバーツ監督が軽度の打撲で症状が悪化しないために走塁に制限をかけていることを明かした。